さあ原さん、はい、ちょっと今日は雰囲気は違いますけど。そうね、ちょっと 初のアングルで、そうそう、ね、収録場所は一緒なんですけどね、はい、ちょっと絵を変えてみました、うん、まあ、その理由はこの後のゲストの名前で分かりますけども。そうですね、早速ですからもう原さん、今日誰が来たかをちょっと原さんが紹介してもらって。そうですね、いやー今日はねハードル実は高いんじゃないかと思って、うん、ね、なんせ最近はもう映画とかにも出ていらっしゃる方なので、うんうん、はい、思い切って呼んでみました。呼んでました。というわけで今日のゲストはですね、はい、マフィア勝田さんです。勝田さんです、よろしくお願いします。原田のバーにお誘いいただけるとは、もうゲーム業界人としては光栄の至りです。いやもう、あの当初から名前はちょいちょいずっと上がってた。本当ですか。そうそうそう、嬉しいですね。そうそうたるメンツ。いつ呼ぼうかっていう。タイミングが難しいですよね。マフィア梶田を呼ぶタイミングって。はい、俺もあるし、ええ、本当はだからもうとっくの前にコロナ禍が終わって、うん、マスクも取れてもっとワイワイできるタイミングがあると思い込んでたんですけど、そうですね、これは待ってたら来ないぞってことで思い切っても呼んでしまいましたね、うん、まあうちとしては最初にあのわしゃがな TV の方 で、ね、はいはい、あの声優の中村雄一さんと一緒にやってるチャンネルで、はい、大人気チャンネル、原田さんにゲストに来ていただいたんで、うん、だから実はこっちの方が先にお声掛けさせていただいて、そのなんていうかお返し的な意味合いで呼んでいただけたのかなって、はい、そうですそうです、うん、もうお返しもそうだけど、うん、まあ、なんだろうね、そのあの普通に呼んでほしいこうゲストの中にも名前よく出てたんですね、はい、視聴者の皆さんから視聴者の方からも出てましたね、うん、そうなんですね、うん、チャンネルの視聴者層意外と被ってるのか、いや被ってはいないんで来てくれるようになったんです。さんがわしゃがな出たら来て、だこっちにも呼んでくれって、あそれは嬉しい限りですわ、はい、うちの客層大体30代以上のおじさんなんですけれども、でも確か10代美少女しかいない番組のはずですよね。よく知っていただけてるようですけれども、うん、それは欺瞞です。だから原田さんが来てくださった時も我々は女子向けにセボンスターっていう可愛い宝石のおもちゃで遊んでたんですけれども、まあ8割くらい男性が見てましたね。まあそうなんでしょうね。でもね、楽しくやらせていただいたんで、いや本当に楽しかったです、またゆっくりお話できる機会が来て嬉しいです、はい、ぜひ今日はお願いします。今日はあの泡だらけビールじゃないですよ。そうですね、今日はあのマフィアさんの、マフィアさんの好きなビールでございます、ね、バドワイザー用意しました。バドワイザーというわけで、はい、大好きなバドワイザー、はい、バドワイザーちょっとじゃあアメリカのマフィアさんもじゃあ僕が開けましょうか、ね、ああいいんですか、はい、カンカンカンじゃないからそれ何やってるんですか。これね、これあの視聴者の人、答えを知ってる人いたら教えてほしいんですけど、これ僕の世代じゃなくて僕よりの親の世代ですね、はい、段階の世代と言われるその今だからちょうど80歳以上ですね、大体80歳以上の世代は瓶ビールを見ると開ける前に必ずこうやってって叩いてやるんですよね。これ初めて見ましたよ。本当ですか、うん、あの僕が子供の頃持ってたのは、あなるほど、開けた時によく泡が出て爆発しちゃうから、はい、叩いたらここからちょっとでも気が抜けるのかなって思ってたんですけど、大人になって分かったんだけど、こんなんで抜けないんですよ、ね、抜けるわけないですよね。おまじないかな、なんかメイドさんの美味しくなあれみたいなやつ。でもうちの弟、うん、親父も、うん、未だに正月とかに久々に会うと、うん、お前飲むかって言って飲むって言うとこうやってまだやるんですか。いやどうなの、コンコンってやってます。でこれはこう何ら、うん、何の影響もないはずないんですけどね。昔の瓶の加工が甘くて蓋が開きづらかった方とか、いやでも叩いても変形もしませんもんね、これ。ですよね、そんなパワーじゃ変形しませんよ。なんでなんだろうな。しかもこれアメリカに行くと、はい、あのこれを使うどころかスクリューになってますもんね。ああ、うんうん、これ自体がバドワイザーも、うん、確かにスクリューになってます。スナップ、スナップ。うんうん。だから日本のこういうの珍しいですよ。不思議ですよね。このさ、今なりで僕たまに見ますよ、居酒屋とかでも。今度会、ね、ったら聞いてみてもらえます。いやそうなんですよ。気になるでしょうね。でもね、多分答え持ってる人いないと思う。みんななんとなくやってるの。なんとなく癖でやってる。不思議なんです。土着の信仰みたいな。そうなんです。そうです。というわけで、はい、ようこそいらっしゃいまし。
乾杯。はい、乾杯です。アメリカンテイストの乾杯。いやー、久々だな、バドワイザー。バド、今なんかあんま売ってないんですよね。探しましたもん。いや、日本だとそうなのかな。うん、似合いますね。いいですね。また瓶ってところが嬉しいです。この瓶の口当たりが大好きなんで、ね、そうなんです、ね、冷たくてね、硬くて。飲み物って不思議ですよね。ここで変わりますよね。ここで変わるんですよ。何でなんでしょうね。やっぱ缶ってちょっと雑味混じりますよね。わかります。缶の方がいくと。うん。でも瓶はそれがないんですよ。そうだから好き。わかります。美味しいんですよね。なんかバドワイザーって俺酒弱いんですよ。酒弱くて、すぐ真っ赤になって酔っ払っちゃうんで。ただ別にアルコール度数が特別低いわけではないんですけど、なんか飲みやすい印象なんですよ。ほぼ水薄いですよ、ね、薄い。そうそうそう、なんかちょっと薄味でそれちょうどいいんですよ俺、うんうんうん、そう。あと香りがいい。これがまさにアメリカンビアとか、ね、うん、これあの同じ北米でもカナダの人に言わせると、なんでこんなアルコール度数低い、こんな味のないビール飲んでんだって、同じ北米でもね、やっぱ言うみたいなんだよね。だから結構低い扱いなんですか。コパは低いみたいな。映画で昔 の西部劇の映画とかでよく乾杯してるシーンがあって、うん、僕あれかっこよかったから憧れてたんですよね、うん、バドで乾杯っていうのは。西部劇のバドワイザーってなんか木の蒸気とかですか。そうです、そうです。ガツンってやるやつ、うん、バドワイザーね、いいね。キングオブビアーズですからね。そう、アメリカ人キングって言葉好きですよね。そうなんですよ。あ、そうだ、マミさん年齢いくつでしたっけ。俺は34で今年5になります。あ、今年で435、うん、じゃあギリギリ知らないかな。あのね、バドワイザーの、うん、バドガールってすごい、ね、うん、あの時期があったエッチな格好した、うん、まあエッチっていうか、うん、エッチなのかな。まあボディコンですよね、うん、いわゆる、ね、のあれ、うん、あの服がめっちゃ流行って、バドガール、バドガールのが流行りすぎて、あのバドガールが着てるあれが一般に市販されてた時代があるんですよ。本当ですか。あ、知らないですか。知らないです。8000円ぐらいで売られてて、はい、僕普通に僕もなぜかそれを買って買ったの、かけてましたもん。何やってんすか。ハンガーにしてかけてましたもん。なんで買ったんですか。いつか部屋に来た女の子に着せようくらいの感じ。なんかその発想は多分だいぶ後に回ってきた。だいぶ後ですか。後でかけてる間に、はい、その妄想はありましたけど、はいはい、買った時はね、やっぱりなんだろう、あれが部屋にあるだけで華やかな気分になれる。そんな観葉植物みたいな感覚で。そういう時代買ったんですよ。買ってたんですか。だからこれを見るとなんかこうちょっと、うん、ああ、その青春の思い出が蘇るんですね。そうそう、なんかそれが蘇っちゃうんですよ。その頃おいくつくらいだったんですか。その時がちょうど20歳とか21歳とか、大学 2,3 年生の中学生くらいだと思ってたんですけど、結構行ってるじゃないですか。そうなんです。結構行った時にすごい流行ってて、インターネット通販もない時代によく買いましたね。買いましたね、通販で。はがきで。はがき、はがきで買いましたね。通販なんですか。通販で買いました、ね、はがきの、はあ、時代ですね、うんうん、やっぱ原田さんちょっと人とは一味違った青春を送ってるから面白いな。まあ、青春って呼べるような青春じゃなかったってことでしょうね。多分あんまり10代の頃、うん、特に10代どころか、うん、社会人になるまであんまりその社会人になってもそんな持っててなかった。なんかモテ期みたいなのあるじゃないですか。モテ期っすか。僕小学校から、うんうん、その30半ばぐらいまで、ええ、小学校の時にバーッモテたんですよ。なんでかというと関西って足速いか面白いやつがモテるんですよ。ああ、それちょっとわかるな。だから関西小学校は大体そうで、僕はよく喋ってたんで、うん、モテたんですよ。僕中学校からこう30超えるぐらいまではもう全くモテなくて、うん、へえ、もうそれで多分ちょっとおかしくなっちゃったでしょ。おかしくなっちゃった。おかしくなっちゃったどうかは別として、うん、その中学生から30になるまでの間って自分からは言ってたんですか。あ、言ってましたね、学生の時は。おい、それモテる男のムーブですけどね。それでモテなかった。うん、なんか、うん、言ってやっぱ傷つくことが多かったですね。激チンパターンでしょ、ね、俺が思ってる自分の一番嫌なイメージをそのまま言われるみたいな。なんですよそれ。すげ、自分の思ってる一番嫌なイメージ。いやだから俺あの子のこと俺クラスのあの子のことすごい好きなんだけど、多分あの子俺のことをキモいと思ってるんじゃないかっていう仮説を立てるわけですよ。で
なんかね面白いんですよね。自分でもそうは思いたくないって自分と、僕客観的な自分が昔から混在してて、でも客観的に見たら絶対あいつ俺のこと決まって思ってる、でもこれワンチャンあるかもしれないってバカなこと思うわけ、それで告白すると、キモいって言われるわけですよ。いやそれショックでしょ。自分キモいって言われると思ってたらキモいって言われるっていうのは、なんでこっちが当たるんだみたいな。いやそんな何回もないですよ。ただでもそういうことが1回2回あるともうトラウマですよね。でもそれ1回2回でもそれいけるのは勇気の男ですよ。勇者ですよ、勇者なんですけどね。自分から告白なんて俺したことないですよ。でもねそれは分かる。なんかね、しなそう。しないしない。そんなもう、自分から告白行って行けるビジョンが見えないですからね。そうなんです。僕も行けるビジョンが見えてないんですよ。むしろその嫌な方の仮説、多分とにかく自分が思ってることを試したくなっちゃうと、好奇心に勝てないんですね。どっちかというと、だから勇気というよりは。で結局ね、告白してうまくいけたことは一回もないんですよ。実はないですよね。一回もない、なくて、僕が付き合ったことあるっていうのは全部、何をも今の結婚した妻もそうですけど、結婚してくれっていう言葉も含めてですよ、はい、付き合ってくれも、あれ全部女性の方から言ってもらって付き合ってるか結婚してるか。色男、色男っていうか、なんか僕はたまたまずるい、そこがすごいすごい、ずるいそういうラッキーがやっぱ何回かおかげって感じです。女の子の方が言ってもらえるんですか。そうだから僕は30やっぱ5、6超えたって38になった時の誕生日にこれ俺結婚できねえなと思いましたもん。このまま多分行くなと、だって自分から言うことはもうないもんなと思って。ちなみに参考までにモテるようになったのってやっぱその男臭いスタイルになってたんですか。ね、2回というか明らかに大人になってから、うらモテるようになったなこれと思った瞬間が実はあって、僕ちょっと前話したかもしれないけど、MMORPG すごいやってた時代があったんですよ。ああはい、お聞きしました。あの時に結構僕はエバークエストっていうゲームの中では、お懐かしい、そのホームページでこの、ビルドミラージュっていうホームページ作ってて、結構国内外で1日20万ビューぐらいあったんですよ。その当時ホームページでは珍しく、すげえ、フラッシュムービーの走りとかを作ってて、はい、でそれがすごい人気で、あの頃はびっくりするぐらいモテましたね。エバークエストやってたから、エバークエストやって僕中身はおっさんですよって公表してて、でキャラクターは可愛い、僕ね前から言った、前から昔から可愛い女性になりたかったそうですね、中のキャラクターというかアバターというか、キャラクターは可愛い、ウッドエルフでめっちゃ可愛いんですけど、それを使ってて中身おっさんって公表してたんですけど、でそのホームページとかでももうエロいこともいっぱい書いてたんですけど、なんかそのオフ会とか行ったことないんで行ってみようって言ってみたりとか、あと海外からも結構アクセスあったんで、でいろんなアメリカのどこどこに住んでる女の人とみたいなすごいコンタクト差がいっぱいできるじゃないですか。で一回こういうのって会ってみたら面白いのかなと思って、いろいろ会うようになるとやっぱもうすごいモテましたね。当時はもう なんかすごい誘いがいっぱい来るようになって、飲み会も行けるし、その女性とデートも行けるしみたいな。俺の世代のイメージだとネトゲの集まりって、そんなグイグイ行くタイプが集まらないイメージ。そうなんです、そうなんです。だから僕は自分からは言わないし、行かないんですけど、すごい誘われるようになっちゃって。アクティブな人が多かったんですね。多かったんですよ。で、僕とかテキサスの女性の方とか、テキサスのワシントン DC に住んでる女性の方とかと、普段のメールのやり取りだけじゃなくて、リアルのプレゼントのやり取りとかを国際便でお互いずっと何年もやって、じゃあその頃からそんぐらいコミュニケーション取れるぐらい英語バリバリだったんですか。いや喋ったりやっぱりリスニングが弱いので、はい、もうテキストは結構できるんで、テキストですね。オンラインゲームですもんね、はいはい、英語のやり取りそれで、はい、あの頃っていうか、まあ言うとは20代後28から33ぐらいのこの5年間ぐらいに、ってぐらい女性と食事とかお酒飲みに行ったり、その海外に出張に行ったついでに、そのね、こういうラウンジとかに、あとそのいわゆる僕のホームページのファンというか、子が海外でも来てくれるし、
日本でもなんか向こうから今日何時に仕事あるんですけどよろしかったら一緒に飲みませんかとか、俺マジでって思いましたよね。めちゃめちゃモテ期ですね。その時はめちゃめちゃ、これかなモテんのって思いました。参考までに行きたいんですけれども、はい、何回目のデートに持ち込むんですか。原さんどういうタイプなの。言えるかこんな。気になるな。いやいやいや、そう、じゃあ一個だけ言うと、僕例えばで出会ってそういうその日とかそういうのは絶対ないですよ。あ、まあまあまあ紳士ですよね。紳士。それは絶対、それはありえないですよ。そうだそうだ。でも続き聞こうとした。言えるわけがないですよ。でなんですよ。最初の1回で持ち込むのはそれもお金渡してるんですよ多分。もう最初の1回は、そういうことか。そういう関係で済ませられるんだったら最初の1回でいいじゃないですか、はいはいはい、でもそうじゃなくてやっぱちゃんと付き合ってってなると、まあ、原田さんくらいこのワイルド系で行ってるんだったら、はい、俺は2回目で行ってるんじゃないかなと。あ、ないですね。それないですね。僕はだからその本当に付き合わない限りはそういう手を出すということはなかったので、うん、あ、誠実、誠実じゃなくてやっぱ慣れてないんですよね。モテることに慣れていないので。そうですよね。まあそうだよな、もう考えてみれば確かに告白するのもきついのになかなか頑張ってはいけない。いけ、全然どれぐらいのレベルいけないかと。これね、あんまり言いたくて恥ずかしい話が多いから、20代のその、うん、20代の後半になってからモテ出すと何が起きるかって、慣れなってなさすぎるから、うん、その女性と待ち合わせっていうだけでも、でも多分マイヤさんもじゃあこのこういうワイルドに見えて意外とそこがシャイなと思うわけですか。全く同じです。その女性と待ち合わせとドキドキするわけじゃないですか。ドキドキするでしょうね。で僕すごい未だに覚えてるのがその車でね、うん、ちょっと本当ファミレスに昼にランチするだけのデートだったんですよ、うん、でもそんなことでさ慣れてないわけじゃないですか、うん、もう28とか9ですよ、うん、車で行くじゃないですか僕って、うん、で待ってるのが見えたんですよ、うん、もうやべえいるって思うじゃないですか、はあはあ、でもこっちはクールでいたいわけじゃないですか、はいはいはい、皆さん想像してください。これ見てる人もそれ20代後半の人いるでしょ。もう30近いおっさんがですよ、まあ今もう40、うん、あ、もう、うん、ですけど、うん、ですけど、うん、そのおっさんがねブーンって言って見え、あ、うん、待ってると思ったらドキドキしちゃって、うんうん、車止めるとき普通にヒューって止まればいいじゃないですか、はい、キューって行きながら何を思ったか僕、まあ、昔はマニュアルばっか乗ってたんですけど、その時はオートマの車だったんですよ、はい、ヒューって行ってまだあと23メートル30メートルある時点でまだ走ってんのにパーキングにコンって入れちゃった、うん、であんまりその時速まだね分かんない 30キロぐらい出てるのかな。あれその状態でピー入れたことないでしょ。いやいやいや、ありますありますか。やっぱり俺古いアメ車乗ってるんで、あ、たまに走ってる間に、うん、エンジン止まることあるんですよ。あ、なるほど。ブレーキ効かなくなるんですよ。パーキング無理やり入れるしかないんですよ。あ、それであったんですよ、うん、あれやると、うん、すんごい音するんですよね。すんごい音する。カッカチカリカチ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 カリ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 って言うんですよ。カチ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 カン、これガッガッカーンって止まって、女の子の真横でガッカーンって止まって、はいはい、ってめちゃめちゃ面白いです。そう、どうしたのみたいな。あ、まあ、見ようによってはローライダーに見える。もうなんかもう見ようによっちゃワイルドだけど、中の運転してる 俺自身がこんなになってますから、こんなになってますから、ポッピングしちゃってますね。いや、いいな、そのレベルでしたね、うん、いや青春じゃないですか、うん、本当に青春って俺、うん、30近いおっさんがね、いや、そんなんでしたよ。結局その最終目標はどこなのかが分かんないんですよ。攻略する上で、分かります、ゲームならボス倒しゃいいじゃないですか、はいはい、これ何、どこがゴールって。どこがこのゲームのエンディング。いや、そうなんです、うん、でもそれ世の男はもう、うん、なんじゃないんですか。
やっぱそう思いますよね、うん、きっとそうなんですよ。でもそしたらあのチートする方が楽なんですよ。ああ、うん、お金出した方が楽なんですよ。分かるでしょ。これ恋愛必要ですかってなるんですよね、うん、でもだから恋愛のゴールはそういうことじゃないですよね、うんうんうん、きっともっとあの内面レベルで満たされるものを求めてるんだろうけど、あ、そう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 、もうそこです。そこなんですよね。それが結局その学生の頃同じようにモテなかったんで、うん、学んでこなかったからそうなの、分かんないんですよ。分かんないんですよ、うん、なるほど、むしろ憎んでましたから、ね、全ての存在を、うん、いやでも分かる、神羅万象全てを憎んで、分かるんだよな、なんか歪んじゃうんだよな、歪んじゃうよね、モテない方が歪んじゃうんだよな、うんうん、それはすごく分かる。そんなわけでですね、原さん、カリサさんね、はい、今日は一応あのトークテーマがいくつかあるんですけども、はい、あの今日もあの実はあのたこ焼き屋の竹虎さんが来てましてですね、あら、ありがたいことです、ありがたいことです。第1弾があの出来上がりましたんで、あ、お待たせです、タイガーイーツです。紅生姜が大好きということでちょっと横に行って、ありがとうございます、お待たせしました、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、いただきます。なんかたこ焼きが名物だってことでこの番組の結構ね美味しいですよ、楽しみにしてきたんですよね。じゃあまず一つ、うまっ、やった、よかった、うまっ。一つ目のトークテーマは、うん、ルーツでございます。ルーツですね。マフィアさんのそのでなんで ああいう感じの人になっちゃったんだろうっていうの知らないですよ ね、 なんでこうなっちゃったんだろう、 なんでこう俺が急に出てくるわけがないと、うんうんうん、でもこうこれ言うてもだって身長とかもすごいですよ。何センチあるんですか。190ですね。190でしょ、うん、でなかなかやっぱりこうゲーム、まあ、例えばアニ特にアニメとか、うん、そういう好きな界隈の、うん、中ではいわゆるオタクっていっぱいいるんですけど、いわゆるね、これマヒアさんも分かると思いますけど、僕、はい、ちょうどオタクってキーワードができた時代から、まあ、10年20年ぐらいは、分かりやすいみんながイラストで描くようなステレオタイプのオタクっていうのばっかりだったんです。まあ、最近多様化要約してますけど、まあ、そういうオタク像からすると全くかけ離れたこう、あ、風邸の人が現れたわけじゃないですか。あれ、だからそこに対するこの人は一体どこから来たんだっていう、結構疑問をつぶやいてる人が割といるんですよね。ああ、そうなんですか。そうそうそう、割とね、だからマヒアさんのことやっぱ知らない人もまだまだいるので、まあ、僕なんかはね、逆にターニングポイントとかも聞いてみたいんですけど、それいつからこんな感じになっちゃったんですか。そうですね、その話をすると長いんですけれどもでも、小学校6年生でこうなってたわけではないわけです。小学校6年生でこうなってたら、多分もっとテレビとか出てるんじゃないですか、それは違う意味で、ね、また別のキャラクターですね、ですね、まあ、一言でまずまとめるとすると、まあ、あの社会の歪みが作り出したんですよ。歪みが皆さん、歪みがマフィアです、うん、まあたどりにたどると、俺いじめられっ子だったんですよ、はいはい、小学生ぐらいの頃って。なるほど、